なんか映画のワンシーンみたいで、うん、すごい。お気に入りの一枚を見せてくれたのは石巻市の西条風音さんです。海に普通に泳ぎに海水浴行ったりとかっていうのは結構震災前はしてたかなっていう。風音さんを笑顔で追いかけるのは2歳年下の妹春音さんです。春ちゃん、そう呼んでいました。風音さんが小学2年生の時に東日本大震災が発生しました。地震発生時、風音さんは祖父といとこと一緒に石巻市の自宅にいました。家は内陸にありましたが、川を遡上した津波で1階が浸水、2階に避難しました。水が引いた2日後、両親と再会できました。でもそこに妹の姿はありませんでした。3月の14日、妹の幼稚園バスが見つかった現場に家族みんなで行きました。で、そこで見たのは焼き焦げたバスと焼き焦げた妹の遺体でした。小学2年生の女の子に受け止めることはできませんでした。とても悲しいって思ったのと同時にすごく怖かった。震災後しばらくの間はすごく怖い悪夢を見ている感覚だったといいます。大きくなるにつれ少しずつ妹のことを考えるようになりました。一緒に小学校に通いたかった。中学校はどんな部活に入ったんだろう。私の心が成長していくたびにいろんなことを考えられるようになって、すごくすごく悲しくなりました。成長とともに増していく悲しみ、向き合えるようになったのは10年が経った頃でした。震災を伝えたい、気持ちを同じくする同世代の人たちと出会いました。風音さんは今年20歳になりました。振り返ると妹のことを話せるようになったのは何かきっかけがあったわけではなく、ただ時間が必要だった。最近になって悲しいという気持ちを表に出せるようになりました。それは自分の気持ちを大切にするということ。家の中にテント張って2人でキャンプごっこして、それがすごい一番印象に残ってます。そして大人になった今、怖いと思うことは妹との思い出が消えてしまうこと。今年の3月11日、風音さんは生きていれば高校を卒業したはずの妹へ手紙を書きました。はるちゃんへ、高校卒業おめでとう。会えなくなってから12年、あっという間に過ぎて、はるちゃんももうお姉さんになったね。どの高校に行ったのか、何を好きになったのか、将来はどんなことをするのか、いろいろ想像してみるけど、私の中のはるちゃんはちっちゃいままで、まだ幼稚園生だからうまく想像できません。夢でもいいから成長した姿で会いたいな。悲しみを乗り越えたわけではありません。乗り越えられなくても向き合い語り継ぎたい。そして昨夜、風音さんは震災を学ぼうと被災地を訪れた高校生を前に伝えました。こう最初は本当に吐き出したいなっていう、この気持ちを吐き出したいし、誰かに聞いてもらいたいっていうすごい
自分勝手な理由から語りを始めました。でそんな語りをどうして続けているのかというと、記憶やあの時の感情をなくしたくないからです。妹のことを話すと悲しみが溢れます。それでも悲しみは繰り返したくない。こっちから、はい、家族と話したり、周りのお友達とかにこう伝えてもらえたら嬉しいです。本当に。悲しみは早くなくなればいいと思っていました。でも今は悲しみを忘れるのが怖い。その時に妹と再会しました。だから風音さんは語ります。